オッケー。洋子さんですか。はい、洋子です。はじめまして。はじめまして。洋子 <laughs> さんは日本人の、はいえー、人ですか。はい、私は日本の神戸で生まれました。神戸出身です。ああ、神戸。神戸,神戸で生まれました。はい、私は神戸で生まれました。神戸には何がありますか。うん 神戸はなんか港があります。港、うん、あのビーチビーチはないんですけど、何だろう、荷物の輸入とか輸出をしてる港です。<laughs> あの じゃさんは、はい、日本で仕事をしていますか私はアルバイトをしています。アルバイトはい。あのセブンイレブンでアルバイトをしていますかセブンイレブンではないですね。<laughs> 私はお寿司屋さんでアルバイトをしています。 レストランですかうん小さいレストランです。うんお寿司屋さん、はい、アルバイトね。うんはい、でも、普段は学生をしています。大学生です。あ大学生よ、はいえと。大学で何を勉強していますか、うんえー、大学では英語を勉強しています。 英語は、うん、できますか英語は、うん、留学に行っていたので、話せます。<laughs> あ、じゃアメリカに、うん、はい、アメリカに1年間行っていました。留学に行きました、はい。はい、留学に行きました。アメリカ、アメリカは好きですかアメリカは好きです。 シアトルというところに行っていました。シアトルね。はいあの。シアトルにはヒップスターがいますかヒップスター。わかんないです。わ<あ> <laughs> かりません。<laughs> ヒップスターというのは、何、はい、でしょう。服がかっこよくて。ああ 普通の仕事をしてなくて。うん、ああ、ミュージシャンとかですか。そういうことをやってる人。うん。うん、え、シアトルは、うん、普通だと思います。私ポートランド近くのポートランドは多いと聞きました。そうですかね。イプスタが多いです。<laughs> 多いですか <laughs> 日本にはそういう人はいますか 日本にはいると思います。特に東京のどこだろう秋葉原とかかなえ秋葉原下,下北沢とか。あ、下北沢ね。そこは何か夢を追いかける人がいっぱいいると思います。<laughs> 夢を追いかける人ね。 普通の会社で仕事をしないで、そうですね、自分の、うん、<laughs> 夢を。はい。スターになりたい人たちがいると思います。洋 <laughs> 子さんは、ね、スターになりたいですか私は普通の生活がしたいです。<laughs> 普通の生活。<laughs> はい。普通に会社で働きます。4月から。 はい、あ4月から、はい、お大きな会社で働きますそうですね会社でようこさん何歳ですか私は23歳です23、はい、ああそっちは4月に4月までに卒業しますかそうです 卒業式は3月にあります。あ3月に卒業をします。はい。うん、会社、ね、日本にはいろいろな会社がありますよね。ありますね。<laughs> 知っていますか日本はすごくなんだろう厳しいです。 厳しい日本の会社は厳しいです。<laughs> 多<分>ルールそうですね。多分、アメリカとかタイとかの会社より厳しいですね。うん、それはあ、働く時間がまず長いです。あそうね。そうですね。オーバータイム。残業。うん、残業が多いですね。 うん、朝も早いですそうですかそうです普通は多分8時朝の8時とか8時半から働き始めますえー、8時とか8時半からはいスタートしますか、はい、<laughs> そうですいやーちょっとね <laughs> 日本では仕事したくないねしたくないですね <laughs> 働き,働きすぎだと思います。なんかそう,、ね、<laughs> そういうイメージありますよね。ありますね。働いてあの自分を殺したいそうです最近。最近はそれが社会問題になっています。うーの。 良子さんはどうするんですかあの,の残業とか <laughs> そうですねまだ私の会社が残業が多いかはわからないんですけどもし働きすぎだと思ったら私は辞めます辞 <laughs> めますね <laughs> そうですねうんし 前は英語の先生やってました。はい、あ、そうなんですかうん。日本でしてましたあ、オーストラリアで。あ、オーストラリアでしてたんですかそう。えー、でもちょっと、はい。働く時間はい、うん。ちょっと長かったです。長かったですかはい。えー、何時から何時ぐらいまで働くんですかあの、そうですね。朝、 うん、うん、8時半から夜7、うん、時うーん。時までうん、同じぐらいですね、多分、日本と。そう。だから、やめました。やめました。<laughs> 私。<laughs> えー、そっか。どれぐらいしてたんですか英語の先生は。 半年。半年。した。うん<ー>。クラスには日本人の生徒が6、7人いました。えー、何人ぐらいですか、うん、全部で、まあ、まあね、15ぐらいか。うん、そうなんだ。え、年齢はどれぐらいの年齢の人ですか多分20代の人が多かったかな。 ああ、うん、大学生とか、ね、大学生とかうん、うんうん、留学生ですかねそうですねうんあのヨコ、えー、さんもね、うん、留学生でしたはいアメリカでアメリカでなんか、うん、アルバイトしてましたアメリカではしてませんアメリカではアルバイト 学生のビあか。はん、その学校内学校内で働くのはいいんですけどああでもそうですね他は働けませんうんはいお金は大丈夫でした大丈夫ではなかったです <laughs> アメリカは授業料がすごく高いです。そうですか。大学でした大カレ,、ね、カレッジですね。ーオーストラリアはどうですか、はい、授業料は高いですか高いと思いますよ。うんなんか、うんその、オーストラリア人じゃない人にとっては、もっと高いです。うん 同じです、アメリカも。うん、留学生は留学生にはとても高いです。やっぱりアメリカとかオーストラリアは、うん、そのお金を持っている留学生が欲しいんですね。希望の人欲しくないでしょそうですね。すね <laughs> しょうがないです。うん そうですね。だから、うん、海外から来ている学生はお金持ちが多かったです。日本人ですかうーん、日本人はそんなことないんですけど特に、どこだろう中国の学生さんとかサウジアラビアの学生は <laughs> すごく裕福そうでした。<laughs> アウジアラビアの学生いましたたくさんいました。服はなんかその。服は、服はその伝統的な服とか、のその宗教に合わせた服装を着ていましたね。ああ、そのね、その白い、はいえー、伝統的な服ありました。白かった。 なんか色はさまざまでした。うん、うん、そうですか、さまざまな色、はいさまざまな色で、なんか巻いてましたね。はい。<laughs> あ,あと、うん、中国の学生、はい、やっぱりお金持ってますよね。お金持ってます。<laughs> ね、はい。すごかったですね。 なんか一緒にご飯にご飯を食べに行っても特に何も私は払ってないです。あえ <laughs> 彼らだ彼が、うん、彼らが払ってましたね。あすごいね、うん。車を持っている学生もいました、中国人の。<あ>すごいですね。新車 新車なのかなわ <laughs> かんないですけど <laughs>。すごいなと思いました。うん、まあね、昔はよくあのファクトリーとかで頑張ってましたね。そうです。物作ってました。今、その、ね、その、親の子供たちがとても、うん。はい 金たくさん持ってて、はい、うん、シアトルは特にいろんな国から学生が来ていましたそうですかはい住みやすい地域ですあのさ、ー、横さんははい、えー、いろいろな 国かからの友達を作りましたかそうですね。タイの友達もできました。うん、とか、あとはベトナムの友達、うん、台湾、中国、韓国、アジアが多かったですね。その友達に日本語を、はい、ちょっと教えました、うん あんまり教えてないですけど彼らは何か少し知ってました日本語をん、ね、多分アジアでは日本の文化が人気なんだと思いますよ<ー>うこ、ん、さんは韓国語はい勉強してますか、はい 大学大学で韓国語を少しだけ勉強しました、はい、授業をとっていました北朝鮮うん行き,行きたいですか行き行きた行きたくないですけどえっと私が高校2年生の時に 修学旅行で韓国に行きました。あはい、その時に、えー、韓国と北朝鮮の国境<ー>国境まで行ってあの望遠鏡で見ました。国境まで行って。 望遠鏡で北朝鮮を見ました。はい、見ました。ええー、<laughs> 何が見えましたか?。特に何もなかったんですけど、川、川と、あとは、なんか。茶色いビルが、建物があるぐらいでした。<laughs> 茶色いビル。<laughs> はい。なんか、そうですね、地味なビルが多かったです。うん。 まあねその地味なイメージありますよね、北朝鮮そうです、なんかその国境の本当の境目に行くには、なんか誓約書<ー>サインしないとだめなんです。私は何が起こっても、んだろう、なんか。 何が起こっても反論できませんみたいな、うん。<laughs> 反論できません。<laughs> はい。サインを書かないとだめなんです。うん、もしかしたら銃で撃たれるかもしれないし、そうなんです。その境目には、韓国と北朝鮮の兵士,兵士がいるんです、軍人が。 そうねそそのはい、うん、そうです。だから少し危険ですね。危険な場所です。北朝鮮の人たちははい、うん、幸せかなうーん、どうですかね。わからないですけど、 すごく貧しい生活をしている人もたくさんいると思います。うん、そうね。貧富の差が激しいですねうんそう。やっぱりお金持ってる人と持ってない人、はい、両方います。そうですね。うん、ベンジャミンさんは、はい、最近どこかに旅行行きましたかいや旅行は あまり好きじゃないんですね。あ、そうなんですかうん、なんか。ものを集めて、別のところに行くのが大変だから。はいはい、<laughs> めんどくさい。めんどくさいですか。か <laughs> え、日本には来たことがありますかあります 1>、うんえー。1年間住んでました。えー。 どこに住んでました埼玉県。埼玉県。はいえー、私、行ったことがないです。<laughs> 東京の方は行ったことはない東京はあります。東京はあるんですけど、あと千葉、東京ディズニーランドがある千葉もあるんですけど、埼玉県はないです。特に何もないですか、うん、あそっか。<laughs> え、英語を教えてたんですかそこで。い,いえ、日本語を勉強してました。ああ<ー>。大学で。あそうなんですか。はい。ええー。今は日本語を教えてます。すごい。タイでですかうんまあ、オンラインですよね。あ,あオンラインか。ああで。うん、えー、日本語を教えてるんですかそうです。フルタイムで。<laughs> ええー、そうなんですかはい。私はてっきり。 そっか、英語を教えてるんだと思ってました。うん、やっぱり英語は、うん、教えられますね。はい、多分、日本人の方に、うんえー、教えることできます。今年からはちょっと始めようかなと思います。へーすごいいいですね。新年だから <laughs> え。じゃあ、なんでタイにいるんですか なんでタイを選びましたかタイは住みやすいです。安くて、うんあ。安いですね、うん <laughs> そう。今の仕事でそんなお金はもらってませんので。うーん、だからタイが一番いいですね、えー。多分,多分<え>日本でも住むことができないぐらいの。えー 給料です<給>料 <laughs> <laughs> そうですか、えー、日本はでも高いですよね。そうですよ。なんかオーストラリアと同じぐらい。オーストラリアも高いですね。ええー。私も1回だけ行きました、オーストラリアに。でも、うん、なんか水も高いし、<laughs> 水を買うのにも高かった思いがあります。あのどこ行きましたケアンズに行きました。 ンズはい <laughs> 小さい小さい町にあのグレートバリアリーフに行きましたシュノーケリングをしに行きましたねシュノーケリングはいのカンガルーに乗りましたかカンガルーに乗りましたうん乗れるんですかあすええ無理ですよね ええー、乗ってないです。うん、カンガルーを見なかったです。ワラビーは見ました。ああ<ー>。野生の、野生のワラビーを見ました。うん、カンガルー危ないですよ。<laughs> 危,ない危ないですかなんか、パンチとかキックもできるんですよ。うん、ええー、でも、ワラビーは、たぶ、うん多分怖がりなので、うんそう、警戒心、警戒心が強いので、 すぐに何かジャンプで逃げていきました。<laughs> ますだからそう遠くからしか見えなかったです。ん<ー>うん、でも可愛かったです。うん、あとコアラもコアラも抱っこしました。ペットとして飼いたいですか <laughs> <laughs> いやそれはいいです。<laughs> ほとんど寝てる、コアラはほとんど寝てるので、たぶんペットだったら面白くないと思います。うん、ちょっと臭いし。<laughs> い <laughs> 少しね、少しだけ臭い。<laughs> そうですね、えー。私もでもタイに行ってみたいです。あの世界遺産の、なんだっけ。 有名なお寺ああ、世界遺産のお寺。うん、タイの名前は忘れました。うん、<laughs> お寺が多いんですよね。お寺が多いですか、はい、でも日本のお寺とはまた違いますよね、全然。見た目が。お寺はね。 仏教仏教。仏教が多いですね。多分、タイ日本にはクリスチャンの人はどれぐらいいますか、はい、どれぐらいなんだろうどれぐらい多分、そんなに多くないと思います。うん、なんかね。 私が日本にいたときに、うん、はい。えー、なんか、韓国人がやっている教会はい、に、えー、行かされました。うん。うん、ちょっと。韓国人がやってる協会韓国人そう。なんかね。えー、うん、ある日、うん。うん 私、寮、えー、にいました。はい、寮、はい、に。はいそして、うんえー、ベルが鳴りました。はいを開けたら、はい、なんかかわいい女の子二人が、うんえー、立ってました。はい、うん、そして、なんかパーティーに行かないってはいました。<laughs> はい はい、何人、韓国人ですかその2人は 2>。韓国人でした。はい、でも日本語ペラペラで、うんはい、最初日本人かと思いましたけど、はい、私は当然行きたいですと。当 <laughs> 然 <laughs>。そ、はい <laughs> はい、して、でもその日じゃなくて、はいあの、次の日曜日でした、そのパーティーは。はいうん、その日曜日の,時にあのなんに、一緒に駅、 に行って、車に入ったら、はい、なんか、うん、うん、はい、教会に行くんですよ、はい、となんか言われました。はい。はい、でもその前は何も教会の話はしなかったんですよ。うん。騙されたんですか騙されました。<laughs> パーティーのはずが。 え,ー、<う>えで、それでどうしたんですかその、教会に行って、はい、あの、そのサーモン、なんていうか、説教、うん、説教を、えー、聞きました。うん、けど、その女の子とはもう、んうん、何もしませんでした。パーティーはなかったです。<laughs> パーティーは <laughs> 残念ですね。ええー。残念でしたね。そう だから、うん、その、なんていうか、牧師かなうん、牧、う、師、ん。うん、韓国人だったと思います。へえ、どうなんですかね私は日本で教会にあんまり行ったことがないです。なんか、韓国にはクリスチャンの人が,、うん、が多,い多いですよ。へえ、そうなんだ。15%とか。 えー、あちなみに日本は1.5%らしいです。はあ <laughs> 少ないですね。私もびっくりしました。じゃあウィ、ウィキペディアによると。んじゃ宗教は何が一番多いですか一番は79.2%の神道です。あ、神道。うん、で、次に66.8%の 仏教ですね。あのじゃあ、洋子さんは神道。神道の人。私、私は、はい、そうですね、神道ですね。でも、日本人は。あまり、なんか。宗教に対する意識が弱いので。うん、自分が、何の宗教か、分かってない人も。 たくさんいますちょっと待って <laughs> 79.2%が神道で、うん、6.8%<そう> <laughs> が仏教、うんあうん、で7.1%がその他もしくは不明って書いてます <laughs>、うん。と、これちょっと合ってないですか、うん、え確かにえちょっと待って<ん>100超えてますね <laughs> <laughs> あれなんでだろうああ、なんか仏教徒も神道の人がいるんだ。うん、なんか両方ああ、本当ですね、書いてる。うん。 そ難しいよくわかりませんね。<laughs> 日本人は、うん、あまり宗教は、うんうん、信じてない、うん、イメージがありますけど、うん。信じていない。あんまり意識してない。意識していない。うん 多分他の国の人から考えたら変な国だと思います <laughs> 私たちはみんなクリスマスもお祝いするし <laughs> クリスマスも楽しむしお正月も楽しむし、うん、ん<ー>そうですねタイではクリスマスは何かしますか いや別にあのショッピングセンターとかではそのクリスマスツリーが建てられていることはありますけどそ,う、ね、そんなにですかね、うん、私は宗教ありません,、うん、うんそうなんですね でも、神様い、うん、いると思います、うん、<laughs> 確かに、でもよく、なんか自分が何だろう、なんか願い事とかを叶えたいときに、うん、<laughs> 神様お願いとかよく言います、日本人は。<laughs> <laughs> 死にそうになった時に <laughs> そうですね <laughs> さあ横さん23歳はい、うん、若い若いですか若いですねうんそんなに若くないです <laughs> あのじゃあ18歳の横さんと、うん 今の陽子さんは何が違いますか、はい、どっちの方が頭がいい <laughs> ?23 歳の方が頭がいいですね。<laughs> <う>18歳の時は高校生です。高校生で、えー、あでも日本は高校生は、うん、大学受験をする人が多いです。 あそうねみんな受験をするねはいだから勉強してそうですね18歳、うん、何してたんだろう18歳でも大学に入ったら自由になりましたあそうね、うん、<laughs> ここがいいね大学ね 自由になる。そうです。長いです、結構。<laughs> 日本の大学生はすごい遊びますね。<laughs> パーティーとかをよくやります。なんかクラブクラブみたいなのがあります。テニスクラブとかサッカークラブとかそういうチームを作って。 スポットをしたり、あとは飲み会に行ったりします。飲み会そうですね。あ合コン合コン合コン、英語<コ> <laughs> だと何でしょう <laughs> えー、んだろう。日本の文化だからそういうのがあるのかなうん、合コンね。あのー、ようさん。 高校に行ったことがありますか。ないです。うん、高校の。はい、あの、どんな人とか。<laughs> どんな人が行きますか。<laughs> うん、でも、普通は。なんだろう。女の人と男の人が。一人。なんか友達を呼び合って。女の子三人、男の子三人。で。ご飯に行って。 自己紹介をしつつ、うん、食べて話して多分もし気になる人がいれば連絡先を交換します <laughs> そうですか連絡先をもらえなかったらちょっと悲しいですね <laughs> かわいそうですね <laughs>、うん、<laughs> あと ほとんどの場合は男の人がお金を多く払います。<laughs> そうか。<laughs> なんででしょうね。女の子は得をします。うん、得をします。<laughs> 得しますね。はい、かわいそう、男の子は。あとはなんだろうな。 今は日本では合コンだけじゃなくて、うん、マチコンマチ,コ <laughs> マチコンマチコンは町はその地域、うん、でコンパは合コンと同じようにコンパの略なんですけど <laughs> それはなもっとなんか真剣に出会いたい人 <laughs> たちの集まりで、うん、なんかそういう組織会社とかが運営してるんですけどあ会社がやってるんですか会社とかレストランが主催開催してて<ー>で参加したい人は申し込んだりするやつですうん それもなんか変なんです、すごく。<laughs> この,このマチコンは20歳から30歳まで。<laughs> とか、他にもなんか、このマチコンは医者、お医者さん限定、男の人はお医者さん限定。あえー、<laughs> とか、そん,うん、そんなんがあるみたいです。銀行員限定とか。<laughs> 怖いですね、なんか。うん <laughs> なんかうんまあ普通の人は、うんはい、出会い出会いほとんどないですねうんそうですねあの普通の人はよく会社でうん、うん,なんか会社の人と、うん、カップルになって、うん、そして結婚する そそういうういことはよよくありますよねそうですねねで会社で出会うことは多いと思います。だから、なんだろう、女の人しかいない職場、うん、例えば幼稚園の先生とか <laughs> 看,護師看護師さんとか、もう女の人ばっかりだから、よく合コン。 を開いいたりしています看護師と男の人しかいない職場とかは警察消防消防士が多いみたいです <laughs> 出会いがないので出会う場所がないので確かに幼稚園には男の先生は、はい、少ないですね、うん、たまにいますうん、うん でもほとんどが女の先生ですね。やっぱり、うん、男は、うん。何子供に対して、<laughs> はい。あんまり、何でしょう。優しくない <laughs> 優しくない慣れてない。愛情を感じない、うん、愛情を感じないのかな <laughs> でも、うん、そうですね。女の人の方が子供を、 子供好きの人が多いかもしれないですね。うん。りょうこさんは子供が欲しいですか欲しいです。子供が好きですね。うん。んベンジャミンさんは、いや、そんなに二人でいいです。<laughs> ベンジャミンさんは子供が好きですか好きです。でも自分の子供は欲しくないです、ねうん。欲しくない。<laughs> 育てるのが嫌ですかうーん。そう、その。 えーうん、お金が怖い。ああ、確かにそうですねえ。でも子供は好きなんですね。うん、なんか友達の子ん子を、うん、なんか手伝うのを、うんうん、助けたい。へえー、そうなんだ。育てるのを、うん、助けたい。うん私の兄,お兄さん私のお兄さんの子供がもうすぐ生まれます。 うん、<laughs> だから私は、えっと、おばさんになります。おば, <laughs> おばになります <laughs>、はい。23歳でおばさんに。はい。はい、<laughs> 早いねお。お兄さん何歳ですか ?29 歳です。29歳。はい離れて、ま。離れてます。年が。はい、兄弟はいますか います私もお兄さんがいますへ、うん、えー、そうなんだお兄さんはオーストラリアにいますかそう今はオーストラリアに住んでますオンライン関係の仕事をしていますね、うん、オンライン、うん、IT とかですかなんかウェブサイト作りうんへえー、そうなんだ とかうんへ。兄弟仲がいいですかまあいいんですけど、<laughs> あんまり。話さない、うん、ああ。男の兄弟だからですかね。いや。うん、どうでしょう。あんまり話さないですかあと、うん、性格、パーソナルね、うん、うん、性格ね。違います。 ああ、それはわかります。私も全然違います。うんうん、だから、私もあんまりしゃ,めしゃべらないですね。でも、仲はいい。うーん、普通ですね。<laughs> はい、あららら、さあね、あのー。<laughs> いろんな言葉出てきましたね。そうですね。やっぱり、あまりにも簡単な日本,、うん、日本語で会話をしようとするとね、難しい難しいです。すごく。うん、れどれが簡単なのかわかんない。日本人はその外国人の感覚は、はい、よくわかんないですけどね。うん うん、難しいですね、うんも。もっと簡単になったらあのこんな感じですよ。洋子さんは、はい、今日は何を食べますかとか。うんつまらなくなるうん短い文章、ねうん、ですね。うん、でもい,いいと思います。 言葉を覚えることがでできますので、うん、単語は重要ですよね。そうですね。単語です、ね。単語はすごくいっぱいあるので。そう。あ、英単語は英語の。難しいです。<laughs> もう難しいです。なんかね、スペルが難しいでしょスペルも難しいですね。しかも、 一つの単語でもいろんな意味がある単語があるじゃないですか。そうだ、うん、ゲットということは、うん、いろいろな意味がありますよね。あります。はいでも多分、日本語も同じで、単語は使わないと、自分で使わないと覚えれないです、うん、私は。 おいしい。おい美味しいという言葉ね。そのうん、食べ物がおいしいとかもありますけど。うん。おいしい話。おい <laughs> しい話ね。うん、どういう意味おいしい話は何だろう例えば、ビジネスのシチュエーションでおい、うん、しい話があるんですけどって言ったら、 それは何だろう利益があるなんかお金が関係する <laughs> 話が多いですね。たくさんお金をもらう <laughs>、うんうん、ちょっとズルをしようっていう。あ、ズル、うんうん、よくないじゃないですか。ズルをするっていうことそうですよ。うん。<laughs> もう一度言ってくださいん。ビジネスのシチュエーションでは多分たくさんあると思います。ズルをする。あ,<ー>うん、あとおいしい話なんだろう。どうでもいいです。あの、例として。うんうん、さあ、ね、京子さんは、うん、うん、今日はなんかレッスンは えー、何件やりますか今日は 2, 2個だけです。はい、もっとレッスンやりたいそうんですね、でも私はもう4月から働き始めるので、4月から多分あんまりできないので、はいはい、今は本当に趣味の程度でやってます。<laughs> <laughs> なんか教えるのがやっぱり楽しいし、うん、時々せなんかなんだろうあんまり日本語がまだ話せなくて英語が母国語の人とかは私が英語です説明することができるのであ、はい、私にもいい機会です英語を使えるいい機会なので、うん、そうですねはい。うん 私の生徒もみんな英語が母国語ではい、はい、やっぱり英語英語使ってますレッスンの中であそうなんだ英語で説明をできますね、うん、いいですねなんかベンジャミンさんは母国語が英語だからなんか母国語で説明できる日本語を そうそうそう。いいと思います。うん、私、英語は説明できないので。<laughs> あ<ー>もし私がもっと英語を完璧に勉強したらいつか私も英語を日本人に教えたりしたいですね。ああ、じゃあ、洋子、うん、さんが日本人の方に英語を、はいうん、教えられる。うん、そうそうそう。それがいいと思います。 ね、はい私もいつかしたいと思ってて多分会社を辞めたらしたいなと思っています、うん、<laughs> その日本人の英語学習者の感覚が分かる先生が、うんうん、いいと思いますよいいですよね多分これからどんどん必要になると思います英語ですかうんはい日本は特に <laughs> <laughs> でも <laughs> 前からそうで,でしたでしょなんかそうですね。でも、でも私が小学生の時はまだ英語の授業がなくて、でも最近ではあるんです。最近では <laughs> 日本でも小学校の時から英語の授業があります。あ小学校からやってます。らしいです。うん。 あーでも、うん、<laughs> 日本語を勉強する人は、はい、なんか日本語を勉強する、うん、必要がないですけど、うん、英語を勉強している日本人は違います。英語の方が重要かな。うん そうですねなんか最近では日本の会社でも就職活動の時に英語が必要な会社もたくさんあります海外の会社と取引をするためにそうですね英語が必要になりますはいあの陽子さんははい 会社はもう、あのー、決ままってます,かまってますはい、決まってます。私は営業をします。営業、セールスですか。セールスですね。何をですかえと機械、電子機器。なんか電子機器っていう、なんかゲームの中とかに入ってる。 それですそれを作っていて任天堂って知っていますか任天堂知ってますはい任天堂がほとんどです任天堂にほとんど作っています部品を<ー>はいそうだから任天堂がダメになったら私の会社もダメになります <laughs> <laughs> 仕事がなくなります。なんだっけ、ソニーはもうダメになっちゃってますかね、うん、ソニー、シャープですか。シャープがダメになりました。あえ、シャープがうん、シャープがダメになって、台湾の会社がシャープを半分買,シャープをあ半分買いました。うん そう、それで助けたみたいな感じです。うん、ソニーはまだソニーは大丈夫だと思います。あと、東芝って知ってます東芝ね、うんうん。東芝も今、だめになってますね。あら、うん、あこれからは、東芝のものとか、シ、うん、ャープのものを買わない方がいいってことですか <laughs> どうなんですかね 買ってあげた方がいいけど、うん、いい製品じゃないかもしれないです。<laughs> わかんないですけど、わかりませんでも、うん。あとなんか日本では、はいえー、福島産のものを、うん、みんな買わなくなったね。お違いますか、えー、私は特に気にしていないですけど、 野菜とかはその原子力の影響があると思われているので、買わない人もたくさんいます。うん、怖いね、うん、でも大丈夫だと思います、なんか基準を超えているので、ちゃんと。 うん。ならいいけどね。うん、そうですね。ヨ <laughs> コさんは、うん、今日は何を食べますかこれから今日は、えー。今日はこれでレッスンが終わりなので、夜ご飯を友達と食べに行きます。居酒屋です。<laughs> 居,酒屋 <laughs> 居酒屋好きですかあの、 うん、23回行ったことがあります。23回だけですか、えー、はい、まあ、美味しいですね、ご飯。そうですね。何でもあるので。うん、何でも食べれます。私、ご飯食べるとき、結構、うん、量が必要ですね。ああ、じゃあ日本は厳しいですね。<laughs> なんか自分のお米を持って行っても大丈夫ですか、うんはい <laughs> たぶ <laughs> 持って行ってもバレないんじゃないですかね <laughs>、うん。タイではそれしてますよ。はい、なんかレストランに行くと、ね。コメ、えー、を持って <laughs>、えー。えいいんですか <laughs> うん。全然気にしないですよ、レストランの人は。えー、え、タイいいですね。タイ料理大好きです。おいしい。おいしい。安いんですよね。うん。 屋台で食べたりしますか屋台…あのー、<laughs> いや <laughs> 屋<台>え食べないんですかちょっと危ないと思いますへえそうなんだ友達が安くて美味しいって言ってました屋台の <laughs> でも食あたり食あたり食べるそうです、ね、いや 時間となりました。そうですね。ありがとうございます。はい。ストップしますね。